こんにちは、すみです。先日第3子を出産しました。そして今回夫が初の育休を取得し、家事育児をやってくれています。夫の育休は2週間という短いものですが、2人目の時は育休を取るなんてとんでもないという風潮だったのに、2週間でも取れるようになって本当に助かりました。育休取れていなかったら死んでました、私が。現在私の血圧が高くなっており、加えて恥骨痛もあるので、産後1ヶ月の床上げまではできるだけ寝ておれと言われ、赤ちゃんのこと以外は本当に全て1から10まで夫に担ってもらっています。ということで、今回はそんな忙しい育休取得中のおとんのモーニングルーティーンを撮影してみました。先に言っておくけど、岸田総理が育休中に資格取得などのリスキリングをとかふざけたこと言ってましたが、マジ無理。そんな時間一体どこにございますの。家事育児したことのないおじちゃんおじいちゃんたちが机上の空論で勝手なこと言わないで、という家事に育児に忙しいモーニングルーティーンですので、これから育休取得しようという男性方にも覚悟して見ていただきたいと思います。朝5時過ぎ、育休おとんの一日が始まりました。カーテンを開けたら、まずゴミ捨て、食洗機の中身を片付けたら、小学校2年生と年中のお兄ちゃんズの荷物の準備です。学校と保育園でプールが始まった途端、夕方には洗濯を回さなければいけないし、洗濯物自体も爆増です。お風呂掃除、おとんは血液型O型のはずなのに A 型のくせしたズボラを缶よりも本当に丁寧に洗ってくれます。6時前、子供たちを起こします。名残惜しき静寂の世界と別れを告げて、ここから一気に喧騒の世界へ突入です。洗濯物を片付けつつ、部屋の掃除をしていきます。ちなみにですが、育休とは関係なく、仕事がある日でも毎朝ゴミ捨て、風呂掃除とモップがけはおとんがやってくれています。そんなお掃除担当のおとんの希望により、我が家ではダスキンのモップを使用しています。おとん曰く、ダスキンを使うようになってから埃の量が目に見えて減り、結果掃除が楽しくなったそうな。普段掃除をあまりしない私にはわからないだろうねとマウントを取るように言われたのですが、実際わからないので反論のしようもない。そんな情けない状態ですが、物事には適材適所というものがございます。そうです、私には掃除は向かぬ。私掃除嫌い、おとん掃除好き。おとんが掃除する、私がやるよりも部屋きれいになる、みんなハッピー。ということで、劣等感なんてものはみじんもなく、掃除は夫にすべて任せている開き直り女です。ちなみにトイレ掃除も5回に4回はおとんがやってくれています。時折入り込む子供からの要求がスムーズな家事動線を阻んできます。これが育児の醍醐味ってやつよ。直ったの？よかったね。お次は朝ごはんの用意。普段ご飯を作ることがない夫、今回の育休で毎日毎食の献立を考えて作るということの大変さを実感したようで、よくやってくれてるねとねぎらいの言葉をいただきました。揚げ膳末膳のありがたさを実感してくれたようで、その気持ちを忘れずにいてくれることを願います。そういう割、汁物プラスおかず3品という完璧な朝ごはんを作るのをやめていただけないだろうか。育休後の私の料理のハードルだだ上がりで震え上がるパターン。6巻だから、単独的だよ。6巻じゃない、6巻だよ。すぐじゃ晴れになるんじゃない。肋骨の6、間は間、時間の間、肋骨の間の神経、神経痛み、神経の痛み。
飯が終わりましたら洗い物タイム、そして忘れてはいけないハムスターのお世話。ジャンガリアンハムスターはトイレを覚えると聞いていたのに、うちの子は全然覚えません。泣き始めました。赤子を小脇に抱えながら録音しているので、時折赤子の声が入り込むことは勘弁してくださいませ。ということで、ハムスターの回し車がうんこまみれ、よって毎日せっせと洗っています。7時半、長男の送り出しからの床掃除。えいちゃん、はよ牛乳飲んで歯磨き。はい。未だに次男は毎回あれやってこれやってと言わなければ準備が進みません。目に入ったものにすぐ飛びついてしまうので、着替えに行った先で他のことに目移りして全く着替えられないこともしばしばです。いや、しばしばというか毎日と言うべきなのか。長男の場合は何時までにこれをするというのを紙などに書き示す方法がかなり効果的だったのですが、次男には効果が全くなく手詰まり状態。結果、毎日口うるさく言う羽目になっています。次男のタブレット学習を見ながらお昼ご飯の下ごしらえです。テーブルで座ってタブレット学習をするように言っても言うことを聞かないので、まあどこでもやってもやることは一緒かということで、今日はキッチンで学習しています。ちなみに今日のお昼は冷やし中華です。この後は次男を保育園に送り届けたらほっと一息というわけにもいかず、芝生を買ったり庭の手入れをして食材の買い出しに行っていました。午後には次男のリハビリの日だったので、次男を病院に連れて行き、帰ってきたら長男の宿題を見て夕食の準備。おとん自身も結構忙しいなと漏らしておりました。ということで、以上育休おとんのモーニングルーティーンでした。おとんの育休終了後は床上げまでの1週間強、また両親がヘルプに来てはくれますが、その後はおとんがやっていた料理や子供関係のことを私が担っていくことになります。赤ちゃんのいる生活のリズムにもまだ慣れていない中、要領よくこなせる気が全くしないので、本当に震え上がっています。姉ちゃん、トイレバッグ持っといてよ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てね。